割といい線言ってたが、どうやらここまでのようだな。なかなかの強さだ。正直予想外だったよ。おっと、どうせ喋るんだったら本部に戻ってからにしてくれ。ま、弁護士はつかんがね。私が何を語ろうと、どうせ君たちは信じまい。我々の真実を。消えた？だと？やれやれ。うまく逃げててくださいよ、大佐。派手にやってくれたもんだ。よう、無事だったか。あいにく親玉は取り逃がしちまいましたけどね。ああ、何やってんだよ。せっかく俺が美味しいところをお前に譲ってやったってのに。不可抗力ですよ。何しろ煙みたいに俺の前で消えちまったんですから。で、そっちはどうだったんです？拉致されていた科学者たちは見つかったんですか？いや、こっちも成果なしだ。地下に何かの研究所らしき施設を発見したんだが、すでに無人だった。情報を集めようにもいきなり上でドカーンだったしな。万一に備えてあらかじめ資材と人材を全て移動させてあったってことですか？ああ、一体どこへ移動させたんだか分かってたつもりだが、相当でかい組織らしいな、アレスってのは。ま、今回はクシエルの拠点を潰せただけでもよしとしましょう。手ぶらで本部に戻るのは気が重いですがね。ああ、ウインナーを手土産に持ってってご機嫌伺いでもしてみるか。やめときましょう。かえって火に油を注ぐことになりかねませんよ。それもそうだな。